What happens when the one that you love is the main cause of your suffering? こんにちは、ウィルです。さて、今回は約1年ほど前に出したアッシャーツイスト、このマジックのアップデート解説をしていきます。で、アッシャーツイストはこれ本当に相手に見せると気持ち悪がられるマジックの多分トップ3ぐらいに入ってくるぐらいの現象なので、できるようになるとすごく何度もやってっていう風に言われるので、よりこう精度が必要なマジックかなと思いますし、たった4枚さえあればできてしまうので、この現象をぜひものにしてもらいたいなと思います。それでは解説どうぞ。まずは説明に入っていく前に全体的な動きをもう一度紹介してみたいと思います。初めてアッシャーツイストという動きを見る方は、これがどういう動きなのか、ここに注目してみてもらって、そしてこのアッシャーツイストアップデート解説2回目だよっていう方は、前回とどういう動きが違うのか、ここに注目して見てみてください。それではやっていきます。これが、アップデートした時のアッシャーツイストになります。では前回と何が違うのか、ポイントを2つでまとめていきます。まず1つ目のポイントはカードの持っている位置です。前回は手前にありましたが、今回は少し前の方に出してこんな感じに持っています。そして2つ目のポイントはカードを広げる時の広げ方。前回はこのような動きでしたが、そうではなくて親指側に向かって広げる、こういった動きになっています。今の違いを理解した上で、もう一度アッシャーツイストを一からシンプルに説明したいと思います。まずカードの持ち方は、ちょうどスマホを持っている時の手みたいに、この状態からちょっとだけ人差し指を前に持ってきてあげて、そして親指はこの親指の爪が少しだけコーナーから飛び出る、このあたりは個人の指の長さによっても変わってきますが、だいたいこれぐらいを目安にしてください。右サイドにある3本の指はあまり深くなりすぎないように、このように第一関節の半分ぐらい、ちょうどこれぐらいの深さで持つようにしてください。下に空間があればあるほど基本的にカードをひっくり返しやすくなるので、このことをしっかり覚えておいてください。そして演技がスタートしたら、カード全体を軽くこのように山なりに反らします。そして曲げやすくした状態で小指を使って一番下のカードを感覚でこのように引き下げます。次に右手でこの空いた隙間のところに指を差し込んでいきます。そしてこのようにコーナーを持ったら、ここからカードを親指側に向かってこのようにずらします。もう一度今の動作を行うと、引き下げて、そして近づけて親指側にプッシュ、スライドしてから、ここから一番下のカードをひっくり返しに行きます。これを独立して今から練習していきます。このような感じです。このボトムのカード、一番下のカードをひっくり返すこの動きの最大の課題は、いかに指を動かすことなく小さな動きでカードをひっくり返せるか、ここにかかっています。通常カードをひっくり返すとなると、まあこんな感じにしてひっくり返しますが、当たり前のようにこのマジックではこんなひっくり返し方をしてしまうとバレてしまいます。なので小さな動きでこのカードを動かす必要があるんですが、そこでポイントになってくるのがテコの原理を思い出してほしいんですが、小指でしっかりこのようにカードを引き下げてかかった状態で小指を下に引き下げると、カードの動きはこのように動きます。
分かりますか。車のこのメーターをイメージしてもらったら分かるんですか。こんな感じにして動くんですね。この力の中心は少ししか動いていませんが、こちらの先端の部分は大きく左右に動いてますよね。この原理を使えば、少し小指を下げていくだけで、このように下げていくだけで反対側の先端の部分は大きくひっくり返っていきます。このような感じです。そうすると最終的にこのポジションに来て、あとは右手のアシストを使ってこのように裏向きにする、この動きになります。ここまで説明した左手で一番下のカードをひっくり返すこの動き、そして右手で一番上のカードをスライドさせるこの動き、これを合体させるとアッシャーツイストになります。広げてカバーを作ってから下の方でひっくり返してこのようにディスプレイする、こんな感じの動きになります。では今の動きを一緒に練習していきます。まず小指で一番下のカードを引き下げたら、右手の指を中に入れてこするような感じにして親指側に向かってこういうふうにスライドさせます。そしたらこの一番上のカード、今はスペードのエースですが、スペードのエースを親指と人差し指でこのコーナーあたりを軽くつまみます。力をかけてあげた状態で下の方ではこのようにひっくり返します。ひっくり返したら次に中の2枚ですね、このカードとこのカードサイドにずらします。ずらしてからスペードのエースと裏向きになったカードも一緒にくっつけてあげます。そしてそのままこんな感じに見せてあげるという動きになります。意外と動きとしては単純です。プッシュしてずれた状態からひっくり返す、ここしっかりカード持っておいて中の2枚を抜いて、そしてこのように見せる、こんな感じです。今の動きができたら、あとは連続してこの動きを行うとアッシャーツイストの完成です。1枚目、そして続けて表向きのカード2枚を下に回して2枚目、そして3枚目、最後は表が一番下に来るようにさりげなく順番を入れ替えて全てが裏向きになったことを示します。この後に続けてもう一度一番下のカードを引き下げて上のカード全てをひっくり返します。トリプルリフトを行ってこの3枚のカードを持ち上げてもいいです。持ち上げてこのカードを近づけるととやって、近づいたらプッシュしてスライドしてひっくり返す。そうすると4枚一気にひっくり返ったように見えます。動きが分かったら最後は角度です。角度の考え方はシンプルで、下から見せてしまうとこのひっくり返した動きはバレてしまうので、見えないように相手の目線、顔に合わせて全体をこのように前に倒します。そうすると角度も想像しやすいですし、この状態でひっくり返すと、ゆっくりやったとしてもそれなりに見せることはできます。こういったシチュエーションを作るためには自分が相手に近づく必要があります。軽く近づいてこれぐらいの距離で見せるよと、こんな感じにしてやってあげると自然と相手の目線が上から下に下がるようになっていくので、そうすると今のシチュエーションを作り出すことができてすごく演じやすくなると思います。ただこういったシチュエーションができない時があります。自分が立っていて見ている人が座っている状況、そうするとどうしてもこうやってひねりすぎちゃうと、傾きすぎちゃうと不自然になっちゃうので、そういう場合は左の手は変えずに右のこのカードだけを前に倒します。しっかりここでカバーを作っていくので後ろでこうひっくり返すことができます。でこれを慣れてくるとこちら側のアングルでもできます。こういった場合はこっちのアングルで見られているので、少しこのようにこっち側に倒してあげると角度をカバーすることができます。ただし365度後ろ囲まれてるとか横囲まれてる場合では、このマジックはあまり向いていないので、あくまでも少人数に見せる、あるいは少し距離を離してこの視野角を狭めて行う必要があるので、そのあたりは計算してやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。アッシャーツイストをしている時の音については一応過去の動画で取り上げているので、前回のアップデート前の動画の方もリンク載せておくので、そちらの方も合わせてみるともっと深く知れるんじゃないかなと思います。
でちょっと考えてることがあるんですが、サブチャンの方で結構動画毎回出すたびに、コメントを読み上げる、でそれに質問に回答していくっていうのをやってるんですけど、メインでもやってみようかなってちょっと思ってます。ちょっと久しぶりの動画になってしまったんですけども、皆さんコメントいろいろといただけると一番モチベーションつながるのでよろしくお願いします。それでは